こんにちは、こんばんは、やさむるいです。今回はバットマン VS スーパーマンコラボのメトロポリス超時刻級に行きたいと思います。では行きましょう。最近何かとお気に入りのこのパーティーで行きたいと思います。では行きましょう。挑戦。結構ね、強い、かなり強い。バットマン、これバットマンはね、そんなに詳しくないですね。で行きます。5バトルかな。あれ、スキルは使っていきましょう。ちょっともったいない。まあでもかなり火力は出るから、揺るぎない銃。お、なるほど。誰、アレスは知ってるんだけど、アレスのみ。また揺るぎないかな。はい、あ、緑崩しちゃったけど、揺るぎない中、見えなくなった。ファッファッ、弾いてもいいよ。弾かねえか。んーと、バトルが3でしょ。バットマン、一列は組めるね。よし、そんなに指はなかったような気はするんだけど。ウェポン、ちょっと待ってね。山竹が何色だったっけ。光だよね。木を火に闇を回復か。あ、光関係なかった。山竹、草薙の剣。よし、いいぞ。ほいほいほい。あーと、まあいいし、いいでしょう。いやー、でも BGM かっこいいね。このパーティーはもうとりあえず列で消せばもう溶けていくんじゃないのかなと。おお、近づいてってるよ。なんか今なんだ、恍惚ななんて書いてあった今。うわー、スキル封印か。なるほど。一応初見だから、初見の楽しみ方でやっております。ハートだけは残しておいて。おお、2ターンのスキル遅延、ん、違う、スキル封印っていうのはなんかこうあるんじゃないかと思っちゃうよね。とりあえず耐えて、よし、倒しましょう。アレスもたまるし。あぶねー。ウルド、ウルド、時空調律神。スキルマじゃないんですけど、はい、これでいかほどでしょう。いやー、強い。クリプトン製の技術、ちょっとわからないんだよな、それ。ちょっとわからないんだよな。駆逐するぞ。ルドラ。とりあえず変換して。いいね。ヤマタケがこれ10個つなげればいいんだっけ。よし、こんなもんで一勝。よっしゃい、結構気に入ってるパーティーこれ。結構強いよね。全属性必須だから、山積み杯かな。山積み杯もね、一応これでもやってみたりはしたんですけど、なかなか自分にはね合わなかったかな。ダブルドロップ変化、ほうダブルド、なるほど、ここで来たか。お、これはガチャの子かな。バットマン、霧闇回復のヘイスト、なかなかいいね。ズオー系、誰、ルーサー、
一体ね、おガネーシャだ、ガネーシャ。あーなるほど、ガネーシャか。ちょっとやらなきゃいけないなこれ。なるほど、一旦の間受けるダメージ無効化はやっぱ強いよね。ラファエル先日あのスキルマネさせたんですけど、バットマン、まあ違うね、こいつは違うね。ドゥームズデイ、ドゥームズデイってなんだっけ、死の世界じゃなくてなんかそういう感じだよね、ドゥームズデイって。敵全体にチームの、あなるほどこんな感じか。まあいいや。ということで今回はバットマンスーパーマンコラボのメトロポリスに行ってまいりました。ちなみにスコアこれで終わらせよう。今ね、山竹も すごく好きなんだけど、シャンメイもね結構使ってるんで、だから今ね、最近だと今までだと闇パがものすごく強かったんですけど、今ヒパもねかなり強くなってきたので、シャンメイもねどっかしらで使っていきたいと思うので、そちらの方も、まあ、楽しんでねやっていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。